マヌエル・ノイアー、マヌエル・ペーター・ノイアー、1986年3月27日イ、は、西ドイツ・ノルトライン、イコールベスト・ファーレン州、ゲルゼン・キルヒエン出身のサッカー選手、ブンデスリーガ・バイエル・ミュンヘンに所属、クラブと代表でキャプテンを務めている。ポジションはゴールキーパー、ドイツ代表でもあり、2018年 W 杯予選、全試合出場を果たした。 地元ゲルゼンキルヒエンのクラブであるシャルケレイヨンのユース出身2006年8月19日のアレマニア編戦でブンデスリーガデビューを果たすとフランクロストに代わり制 GK の座を手にし冬にロストはハンブルガー SV へと移籍した2007から08シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦のポルト戦の PK 戦でブルーのアルベスト リサンドロ・ロペスのシュートを止め、シャルケのクラブ初となるベスト8進出に貢献した。またこのシーズンは、ブンデスリーガの全試合に、フル出場を果たした、ノイアーの他には二人のみ。この活躍もあり UEFA 最優秀 GK 賞に、ドイツから唯一ノミネートされた。ハンブルガーに移籍したハイコベスターマンに代わり、首相として臨んだ2010から11シーズンは、 後西部を連発。チャンピオンズリーグでは、グループリーグ6試合で3失点に抑え、首位通過に貢献。決勝トーナメントでも活躍し、シャルケ初のベスト4入りに貢献した。ベスト4進出決定後の2011年4月20日に、シャルケとの契約を更新せず、シーズン終了後に移籍する方針であることを発表。バイエルミュンヘンやマンチェスターユナイテッド FC などの、 多数関心が報じられていたが、ユナイテッドからのオファーは否定した。チャンピオンズリーグ準決勝ファーストレグでは、そのユナイテッドに0から2で敗戦したものの、ビッグセーブを連発し、敵将のアレックス・ファーガソンから、対戦してきた選手の中で最も良いプレーをした一人、と称賛し、また、ノイヤーがユナイテッドに来る望みがないことも話した。また本人も試合後、 改めてイナイテッド遺跡の可能性を否定した。6月1日、遺跡金1800万ユーロと出来高700万ユーロの5年契約で、バイエルンミューン編への遺跡が決定した。すぐさま、ハンスイエルクブットから、背番号1を譲り受けて、定位置を確保。だが、8月7日のボルシア・メンヒエングラートバッハとの、開幕戦では、ジェローム・ボアテングとの連携ミスにより、 イゴールデカマルゴに決勝点を決められ、0から1で敗れた。しかし、8月13日の VFL ボルフスブルク戦以降リーグ戦では10月23日のハノーファー96戦に敗北するまでリーグ戦8試合770分間連続無失点を記録した。さらに、10月18日の UEFA チャンピオンズリーグの SSC ナポリ戦にて、 ホルガー・バトシュトゥバーのオーンゴールで失点するまで公式戦12試合1140分間連続無失点も同時に記録した。2012年4月25日、チャンピオンズリーグ準決勝のレアル・マドリード戦セカンド、レグは延長戦でも決着がつかず、PK 戦に突入。ここで、クリスティアーノ・ロナウドとカカの PK を止めて3から1で勝利し、決勝に進出した。 5月20日のチェルシー FC との決勝戦は、バイエルンの本拠地、フースバルアレナミュンヘンで行われた。トーマス・ミュラーのゴールで先制するが、終了間際に追いつかれて、レアル戦同様延長でも決着がつかず、PK 戦に突入。一人目、不安またの PK を止め、さらには、自らも PK 戦を拒否したアリエン・ローペンに代わって、キッカーを務め、 ペトルセフの守るゴールを破ったが、結局、イビツ・オリッチとバスティアン・シュバイン・シュタイガーが失敗して、最後は、リディエド・ロングバに決められて4から3で敗北。ホームで11期ぶりの優勝はならなかった。大型補強を観光した2012から13、シーズンは開幕8連勝を飾るなど首位を独走。リーグ戦では、バイエル・レバー,クーゼンに、チャンピオンズリーグでは、GL で、 バテボリソフ、決勝トーナメントではアーセナルに敗れたが安定した、成績を残した。リーグ戦では14連勝を含む25戦、連続無敗もあって、新記録となる勝ち点91を叩き出して、ボルシアドルトムントから3期ぶりの具優勝を果たし、チャンピオンズリーグ決勝でも、ドルトムントとの同国対決を制して12期ぶり5回目の優勝を果たした。さらに、 DFB ポカール決勝でも VFB シュトゥットガルトに勝利してドイツで史上初となる3回も達成した。自身は31試合出場でわずか18失点に抑え、ダンテやハビ・マルティネスなど新加入選手の多い DF ラインを支えた。2014から15シーズンドイツ最優秀選手賞に選ばれ UEFA のベストイレブンにも選ばれた。バロンドールの投票では 第3位となった。2016年4月20日、バイエルミューン県ンと2019年の夏まで契約を結んでいたが、期限を待たずに2年間の延長を決断し、契約期間は2021年6月30日までとなった。2017年2月25日、第22節のハンブルガー ASV では、リーグ通算100回目のクリーンシートを史上最速で記録した。 2009年に開催された UEFAU-21 欧州選手権では5試合で失点を4に抑えドイツの優勝に貢献した。ドイツ代表としては2009年6月2日に行われた UAE 代表との国際親善試合でデビュー。政治意見として南アフリカ W 杯に臨んだ。南アフリカ W 杯では3位決定戦以外の全試合にフル出場。 出場した6試合を2失点に抑え、4度の完封を記録し、ドイツの2大会連続となる3位入賞に貢献した。決勝トーナメント1回戦のイングランド戦では、ミロスラフクローゼのゴールをアシストした。W 杯後は、不動の政治意として活躍している。ブラジル W 杯では決勝までの7試合で、喫したのはわずかに4失点で、4試合で完封した。さらに、 大会通算で86.2%という高いセーブ率を記録して大会の最優秀 GK に選ばれドイツの優勝に貢献した。代表を引退したバスティアン・シュァインシュタイガーの後任として新キャプテンに任命された。ドイツ代表チームで GK がキャプテンを務めるのはオリバー・カーン氏以来二人目。ロシア W 杯のグループリーグ第三戦の韓国。 代表戦において、試合終了直前に、相手陣内に上がったところ、相手選手にボールを奪われ、それが、前線にいた孫文民に繋がりそのまま、決められるなどして、韓国代表に2点を奪われ、ドイツ代表の、グループリーグ敗退が決定してしまった。通算79例、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。